はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで、今回なんですけれども、プロスピ2019、こちらが発売されてから1ヶ月がですね、早くも経過したということで、まあ、その発売から1ヶ月、実際にプレイしてみての感想、レビュー動画的な感じでね、改めて動画を撮っていきたいなというふうに思います。個人的にこの動画に2つの意味があるかなというふうに思っていて、まず単純に、購入をまだ迷っている人がね、結構コメント欄とか、まあ、生放送のコメント見てても、ちらほらいらっしゃるかなというふうに思いますので、このプロスピ2019購入をね、悩んでいる方はぜひ参考になれば幸いでございます。であとは単純に僕自身がですね、皆さんの感想、まあ、1ヶ月プレイしてみての皆さんの実際の感想というところもかなり僕自身も気になるところなので、まあぜひそこもね、コメント欄で皆さんの感想を見れればいいななんていうふうに思ってます。ということで、まあちょっといつもと違ったテイストの動画にまた今回もなっていくかなというふうには思うんですが、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで、早速本編やっていきましょう。はい、ということでございまして、もう早速本題、プロスピ2019発売から1ヶ月実際どうという話なんですけれども、まず前提として、そもそも前提として、まあ、僕自身はですね、本当に買ってよかったと思ってます。はい、 PS4 でプロスピができる幸せをですね、改めて感じてます。まあ、改めてというか、そもそもプレイステーション3でしかね、今まではできなかったですし、2015年を最後にですね、まあ、末置きや最新版は出ていなかったので、まあ、4年ぶりの新作をね、最新データでプレイできて非常に幸せに思ってます。まあ、それはあくまで前提として置いておきたいと思うんですが、ただ今回はその上で感じたことをね、しっかり本音で語っていきたいと思いますので、まず見ていただければ嬉しいなと思います。はい、というところでございまして、まずはグラフィック面からですね。はい、まあ、今回いろんな面から、まあ、各モードとか、それぞれ触れていきたいと思うんですが、まずはグラフィック面でございます。はい、まあ、ここはずっと生放送とかでも言ってきているところだと思うんですが、プレイステーション4版はやっぱり綺麗です。はい、で僕自身は環境としてはプレイステーション4プロと、あとは 4K 対応のモニターで普段はプレイをしているんですが、めちゃくちゃいいです。まあ、でも逆にプレイステーション4の通常版、プロじゃないものプラス 4K 対応しないモニターでもう普通にプレイしましたが、全然綺麗に、遊べたなという感じなので、まあもうプレイステーション4版はやっぱり綺麗だなというところでございます。ただ逆にプレイステーションビータ版に関しては、まあもちろんね、携帯機というところでメリットもたくさんあるんですけれども、まあそのグラフィック面というところではどうしてもやっぱり、当然ですが劣ってしまうかなというふうには思ってます。まあこのグラフィック面に関してもね、人それぞれいろんな捉え方があるかなというふうにも思うんですが、まあ個人的にはこんな風に感じていますよというところでございます。はい、続きまして顔モデル、モーション面というところの項目なんですけれども、まず一つ、PV や選手対戦動画ですね、まあこのプロス2019発売前から出てたと思うんですけれども、まあその時点の動画よりかは間違いなくこういうフォーム増えてたなというところでございます。で全体的に極端にフォームが似てない、顔が似てないっていう選手は、まあ多くはない、少ないかなというふうには思ってます。はい、まあいても各球団1人2人ぐらいかなっていう感じかなと思います。あとは選手の汗とか肌感というところですね、非常に、リアルかなというふうに思います。まあここはね、公式サイトの、開発魂にもね、書かれていたんですが、非常にここは力入ってるなという印象は受けました。ただまああとは、モーション面とかに関してはね、まあ、今後のアップデートで、いろいろ変わっていく部分も非常に多いんじゃないかなというふうには思っているので、まあ、そこは期待できるポイントかなというふうには思ってます。で続きまして、全体デザイン BGM 等という項目なんですけれども、まあ、ここに関しても正直人それぞれ感じ方の差はあるかなというふうには思うんですけど、まあ、個人的には全体的にスタイリッシュに、そしておしゃれになってて、まあ、好きだなというふうに思いました。まあ、もちろん人それぞれ差はあると思うんですけども、全体的にここのレビューはかなり良かったかなというふうには思います。で続いて試合ですね。はい、まあ一番やる機会の多い試合だと思うんですけれども、まあどのモードでも共通して言えるところかなというふうには思いますが、やっぱり球場ですね、球場の効果音等々での再現度、非常に素晴らしいなというふうに思います。そもそもの球場の再現度もね、かなり高くなってると思いますし、まあグラフィックが綺麗になってることによってよりね、まあ、自分自身が入り込める、そんな環境になってるかなというふうには思います。あとは守備走塁オートに選択してる時の2倍から4倍速ですね。まあこれに関しては人それぞれもちろんあると思うんですけれども、人によってはめちゃくちゃありがたい機能かなというふうには思います。特に今ね、もうアプリの方では2倍速がデフォルトになってるので、まあここは非常にありがたい機能かなというふうには思います。あとは実況解説のバリエーションですね、ここもアップしているかなと思います。特に解説者さんがね、2人増えましたので、まあ、今作そこがパワーアップしている部分かなというふうには思います。ただあとちょっと残念だったところは、2人協力プレイっていうのがね、できなくなってました。はい、まあここは普段の生放送とかでも触れてこなかったんですけど、2人協力プレイ今作ね、実はなくなってるので、まあこれに関しては特に僕とかね、動画をやってる身としては、なんか協力してコラボでみたいなのもやりたかったんですけど、まあちょっとそこは残念ながらできないというところでございます。はい、で続きまして更新スピリッツですね。はい、今作から追加になってる新モード、一つ目の更新スピリッツなんですけれども、まあここも正直人それぞれ感じ方は違うかなというふうには思います。やっぱりどうしても高校野球よりもプロ野球の方が好きだという人からすると、まあそこまで更新スピリッツに魅力を感じ
じないという人も当然いるとは思うんですけれども、まあ、個人的には新鮮で楽しいなというふうに思いました。今までなかなかねこんなリアルな高校野球ゲームって、なかったと思うので非常にいいなと思いました。まあ、その中でもいいポイントとしてやっぱり金属音ですね。金属バットの音っていうのが今までなかなかないものだったので非常にいいなというふうに思いました。で個人的にもですね一番やってるモードは多分この更新スピリッツだと思うんですけれども、まあ、その中でいろんな改善点見えてきたかなというか、まあ、改善してほしいポイント、ユーザー目線で改善してほしいポイントがいくつかあるかなというふうには思いました。まあ、まずはずっと生放送とかでも言ってますが1年チャレンジの中での打順固定ですね。まあ、使用上どうしてもしょうがないんですがポジションによって打順が必ず決まってました。例えばセンターだったら3番とかかな、でキャッチャーは8番みたいなね、もうポジションで打順が固定されてたので、まあ、そこはちょっと変えてほしいなという要素でございます。あとはこの更新スピリッツの中の3つのモード全てに言えるんですが、過去作に比べて圧倒的に強い選手は作りづらくなったかなというふうに思います。まあ、もちろん1年チャレンジでがっつりね時間をかければ強い選手は作れるんですけど、めちゃくちゃ時間かかります。まあ、それはもう過去のね生放送とか見ていただければもう確実にわかるので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけど、まあそこはちょっと辛いなというところってなってくると、やっぱり巡り巡って元々のスピリッツモードにあったポーカーがなくなったのは結局痛いなというところですね。まあカードチャレンジがなくなってしまったのが非常に痛いなと思います。まあ、サクッと選手作れるモードはねこの更新スピリッツの中にもあるんですけど、ただなかなか強い選手作れないので、まあポーカーは非常に大きかったなというふうに改めて思いました。続きましてドリームリーグモードですね。はい、今作登場の新モード2つ目、ドリームリーグモードなんですけれども、まあここは正直個人的には一番の期待度を持っていただけにちょっと今一つだなという感想を正直持ってしまってます。はい、まあ、動画は多分僕自身2本か3本上げてるのかなというふうには思うんですけども、まあガチャ演出はねめちゃくちゃかっこいいです。はい、まあ、ガチャ演出はめちゃくちゃかっこよくてテンションは上がりました。まあそんなめちゃくちゃかっこいいガチャ演出もありつつ、選手集めて監督プレイっていうね、まあ、そもそものその根本の流れはねめちゃくちゃ人気が出る、モードかなというふうには思うんですけども、まあ個人的にちょっと残念だったポイントは結局ちょっと作業芸感が強かったっていうところですかね。まあ結構ランク戦とかも結局ボタン連打で全然なんか成り立っちゃったりとかもしてましたし、まあなんか采配がどこまで効いてるのかなっていうのもなんか難しいなと。もちろんねその采配で大きく分かれるっていうのもなかなか作りづらい部分で大変かなというふうには思うんですけども、まあなんかある意味どっちつかずになっちゃってるのかなというふうには思いました。もちろん完全課金ゲーがいいと思わないんですけど、どちらかというともう時間をかけたもの勝ちみたいなシステムにね、大会とか含めてなっちゃってる部分もあるのかなというふうには思うので、まあそこもちょっと辛いのかなというふうには思ってます。あとは前進モードグランプリにあったバザーですねが廃止されてしまったのも、まあちょっと残念だった部分かなというふうには思います。まあいろんなね対策があってのことなので、まあ、難しいと思うんですが、まあちょっとドリームリーグモードに関しては結構期待値が高かったモードだけに、まあネガティブな反応も結構目についたかなというふうには思います。ただ個人的にはねゲームの根本自体はめちゃくちゃ好きなので、まあちょっと今後のね進化に期待したいなというふうには思ってます。続きましてペナントレースモードですね。はい、まあこれはもうずっと根強くプロスペシリーズにある確実にもう常にあるモードなんですけれども、やっぱり最新データでやれることがやっぱり楽しいですね。うん、本当にもう2015の末置きのプロスピをなんかオリジナル選手めちゃくちゃ作りまくって最新データもどきみたいなのをやりましたけども、やっぱりちゃんとね最新データで最新の選手が全員しっかり入ってる状況でやれるこのペナントレースは非常に楽しいなというふうに思いました。ただそんな中でもペナントレースの中で残念だったポイントとしてライブ能力が反映されないところですね。ちょっとそこは残念だったなと思います。せっかく今作ねライブ能力っていう非常にいい機能が追加されているんですけれども、まあ、それを一番活かしたいと言ってもいいであろうペナントレースでね、活かせないっていうのがちょっと辛いかなというふうには思います。まあ、もちろんライブ能力いらないっていう意見もあると思うので、まあ、オンオフで選べるようなシステムとかだったらよかったのかなというふうには思いました。あとはオフシーズンでの駆け引きがねちょっとなくなっちゃいましたね。 FA とかも今まで多分10ターンとかかけて、トレードとか新外国人補強もしつつ10ターンみたいな感じだったと思うんですけど、それが今作はもう完全にそれぞれ一発勝負になっちゃってるので、まあ、それはちょっと残念かなというふうに個人的には思ってます。あとはオーペナをねめちゃくちゃぐるぐる回すと分かるんですけども、めちゃくちゃ蛇行到底なゲームバランスになってて防御率がね、結構破壊されがちなので、まあそこも、まあ、これは多分アプレで修正がいつか入る可能性もあるのかなというふうには思ってるんですが、まあ、変わる可能性のあるポイントなのかなというふうには思ってます。続きましてスタープレイヤーモードですね。まあ個人的には正直ごめんなさい、このスタープレイヤーモードは多分一番プレイ時間が短いモードになって
ってるんですが、今作リアル彼女が3名初登場になってます。ただまあこれもね、活かせるのがオリジナル選手のみというところで、まあ当然なかなかね、現役選手でなりきった上での彼女っていうのはね、まあいろいろな部分で難しいと思うんでしょうがないのかなというふうには思うんですけども、まあちょっと正直いろんな制約もあるのかなというふうには思ってます。ただまあ一人でね、がっつりじっくりやり込むんであれば、まあ甲子園スピリッツで選手を作る、もしくはまあペナントレースで楽しむっていうのはもちろんそうなんですけども、まあ本当にやり込むのであれば、このスタープレイヤーモードが、まあオンラインもろもろを除くのであれば、オフラインでやることを前提で考えるのであれば、このスタープレイヤーが今作ベストと言ってもいいのかなというふうには思ってます。でモードの部分はラストですね、オンライン対戦でございます。はい、まあオンライン対戦もね、最初ドリームリーグだけで采配以外は何もないんじゃないかみたいな説とかいろいろ出てたんですが、まあ結果蓋を開けてみればしっかりオンライン対戦はありましたよというところでございます。で個人的にも何戦かやってるんですけど、コムより対戦しがいは、個人的にあって楽しいなと思ってます。ただお互いに点取れず引き分けパターンっていうのがね、結構多いので、まあどちらかというとやっぱ打つ方が難しいかなというふうには思います。あとはラグとかに関してもたまに発生するんですけど、基本的には快適なので、まあそこの部分は非常にいいのかなというふうには思ってってます。はい、で最後その他というところなんですけども、まあ、やっぱり今作一番言われているところというか、まあ、一番発売日にね、結構コメントで目についたところで言うと覚醒ですね、覚醒とあとはマネジメントモード、この2つの廃止でございます。まあいろいろね、廃止になってるものって他にもいろいろあったんですけど、まあ、大きくなくなって残念だったところはこの2つかなというふうに思います。まあ、覚醒の部分もね、ライブ能力というところの導入でいろいろ難しくなったのかなというふうに思うんですけど、ただこの覚醒機能を使って若手のね、能力アップを楽しむっていうのも一つこのプロスピの醍醐味だったところでもあったので、まあ、長年ねプロスピを遊んでる人間としては結構悲しい部分でもあったのかなというふうには思います。あとはアレンジチームですね。はい、まあ、一応チーム編成というところでチーム編成いじることは当然できるんですけど、ただパワープロみたいにですね、アレンジチーム別で1個作ってとかっていうところは今作もできないので、あくまで前提として12球団のチームどれかを選択して編集しないといけないというような感じなので、そこはあんまり進化してなかったなというところでございます。あとはプロスペースはすでに出てる特殊ユニフォームが2019では未搭載でホームとビジターしかないので、まあ、そこも過去作あったのにな、なんていうふうにも思いながら、なかなかちょっといろんな部分で難しかったのかなとも思いました。あとはここはパワープロではできてることで、プロスピではできないことで欲しい機能なんですが、他のユーザーが作った選手手軽に使えたらめちゃくちゃいいのにな、なんていうふうには思いますね。まあパワープロではね、まあオンラインに上げてショップのポイントで買ってみたいなのがね、できると思うんですけれども、まあこのプロスピ2019では残念ながらできないので、まあ、せっかくね甲子園スピリッツとかで新しく選手を作るモードができたので、まあそれをアップロードしてね、変えたりとかっていうシステムが、あったら非常に良かったのにな、というふうには思いました。はい、ということでございます。まして、まあいろいろとお話をしてきましたが、まあそれぞれの項目ではそれぐらいかなというふうに思います。まあもちろんまだまだね、多分喋りきれてないところはたくさんあるとは思うんですが、まあパッと思いつくところだとこの辺かなというふうには思います。でですね、先日このプロスピ2019に攻略本が誕生しまして、まあ発売がされたんですけれども、こちらもしっかり購入しました。でまあじっくりは正直読めてないんですけど、まあ、ざっと読んだ感想としては、まず今作から初めてプレイする人に関しては、まあ非常におすすめかなというふうに思います。まあ、プロスピの流れとかもね、そもそもなかなか分かってない、それぞれのモードの意味とかもなかなか分かってないという方に関しては、まあ本を読んでるだけでもかなり勉強になるところは多いと思うので、まあこのプロスピもっと知りたいという方に関してはぜひ買っていただくといいのかなと思います。あとはもう細かいデータを求めるコアファン、この2択になるかなというふうには思います。そこそこもう延長で楽しめればいいやぐらいの感じの方は、まあ攻略本はそこまでいらないかなというふうには思います。はい、ということでございまして、以上ですね、プロスピ2019 1ヶ月がっつりプレイしてみての感想という動画だったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ冒頭にも申し上げました通り、ぜひちょっとね、皆さんの感想を僕自身も知りたいなというところで今回動画作ったのも一つありますので、まあ、ぜひコメント欄にて皆さんの感想を書いていていただけると嬉しいなというふうに思います。まあまりにもちょっと暴言が過ぎるようなねコメントとか、ちょっと遠慮していただけたらなというふうには思うんですけれども、まあぜひ皆さんの素直な感想をコメント欄にて書いていていただければ嬉しいなと思います。であとはですね、その他にもこんな遊び方が楽しいよみたいな、個人的にはこんな方法で遊んでますよみたいな、おすすめの遊び方だったりとか、あとはプロスピ2019でやってほしい企画のリクエストなんかもね、コメント欄にて受け付けてますので、ぜひぜひ書いていっていただければ嬉しいなと思います。はい、ということでございまして、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひもこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローとよろしくお願いいたします。まあいろいろとね、改善してほしいポイントとかいろいろお話はしましたが、まあ、最初にも言った通り、前提として個人的には非常に楽しんでこのプロスピ2019遊んでますので、まあ引き続きこのプロスピ2019の動画をがっつり出していきたいと思います。まあ、ぜひ今後の動画にも注目していただければ嬉しいです。はい、ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。